アンコリオはアメリカの著名なバーレスクパフォーマー、女優である。ストリッパーとしては珍しく、アンコリオという名前は芸名ではなく本名である。コネチカット州ハートフォード生まれで、両親はカトリックのイタリア系移民12人兄弟のうちの一人であった。10代の頃からすでに美貌と抜群のスタイルを有していたという。コリオは15歳の時に家を出た。 コリオはストリップティーズアーティストとしてデビューしてすぐ有名になった。1925年からはアメリカンバーレスクのトップパフォーマーとして巡業しニューヨークのミンスキーズ・バーレスク、ボストンのハワード・シアターなどに出演するようになった。1929年に出演したハワード・シアターでは通常のバーレスクハウスのお客である男性ばかりではなく女性もコリオの ストリップティーズを見に劇場に詰めかけたという記録が残っている。コリオはトップスターとして高級をもらっており、1932年頃には平均的なストリッパーの給与が週に60ドル程度であったが、コリオは週に5000ドルを受け取っていたという。コール・オブ・ザ・ジャングル映画の宣伝カード市長であるフィオレ・ロ・ラ・ガーディアがニューヨークのバーレスクハウスを1939年に 閉鎖した後、コリオはロサンゼルスに移動した。1941年から1944年までの間に、コリオはハリウッドで数本の b m ムービーに出演しており、こうした作品では露出度が高い服装をしたコリオが売り物であった。最初の主な出演は1941年の沼の女であり、一番よく知られているのはおそらく、 バスタークラブと共演した1942年のジャングルの魔女である。1943年1月7日には、コリオワラジオ番組、エラリー・クイーンの冒険のエピソード、歌う、ネズミの冒険に安楽医師探偵の役で、ゲスト出演し、同年に映画、サルタンの娘に出演している。1944年には、ジャングルの呼び声と、サロン娘に出演した。 第二次世界大戦が勃発すると、コリオはボランティアのピンナップガールとしてアメリカ軍の週刊誌であるヤンクの1943年9月3日号に登場した。コリオは舞台のダンサーとして長期にわたり活躍した。1962年にコリオはノスタルジックなオフブロードウェイのショーバーレスクはこんなだったを制作し演出と出演を務めた。 このショーは3月1日にカジノイーストシアターで幕を開け、1509回のロングランヒットとなった後、1965年にはブロードウェイのハドソンシアターでも再演された。1968年に同盟の本も刊行している。バーレスクは、こんなだったの一座は、ボードビルの伝統を叩き込まれた人々からなっており、コリオ本人も恒例になってはいたが、全く、 ステージ感を失っていないパフォーマンスを見せたという。コリオの知名度は高く、引退後しばらく経って60代になった1970年代にも、ザ・トゥ・ナイト・ショー・スターリング、ジョニー・カーソンに2度出演している。この時期に、コリオは、バーレスクは、こんなだったを何シーズンか、下記順行で上演している。1981年にこのショーは、ブロードウェイのプリンセス・シアターで上演された。 この時は、数ブロック先で同じくバーデスクを解雇したミュージカルである、シュガーベイビーズが上演されており、似たような演目が剣を競うこととなった。1985年に、コリオは、ロサンゼルスのダウンタウンにある、バラエティアーツシアターでこのショーを上演したがあまりうまく、いかなかった。一年ほど後にこのショーは、フロリダで、ディナーショー形式で上演されたが、これが、 最後のシーズンとなった。コリオには、後に成功するコメディアンであるルー・コステロが出世する、きっかけを与えたという功績がある。コリオはコステロを、ジ・アン・コリオショーに出演させていた。晩年のコリオは、ニュージャージー州、クリフサイド・パークに住んでおり、死の前の数年間は健康状態の悪化に、悩まされていた。コリオは、同州、イングルートにある、 イングルーッド病院医療センターで1999年3月1日に亡くなった。89歳であったコリオはカリフォルニア州ヘレンデールにあるエキゾティックワールドバーレスクミュージアムのホールオブフェーム入りしている。ありがとうございます。